そうと登場しました。登場しましたね。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、SR400 ですね。そうです。お、なんとマフラーが変わってます。ショート感で、うん、かっこいい感じですね。まあ、次々と改造しなきゃならないところがあると思うんですけど、とりあえずは、もうバックステップは来てます、うん、あ、バックステップじゃないや、セパハンと、はい、バックステップは来る、セパハンがバックステップ、うん、あと細かいパーツがまだ来てないからつけられないんだけど、あれこれフラッシャー純正ですか、これ、これは後付けですよね、うん、うん、まあ変えてかっこいいバイクもあるし、純正がかっこいいバイクもあるけど、まあこれはこれでいい感じじゃないですか。純正っていうかオリジナルが綺麗なんですよね、 SR って。ああ。下手に崩すとさ、はい、逆になんかかっこ悪くなっちゃう。なんかマッドマックスっぽいいでたちじゃないですか。クルイザキサンダーロード。クルイザキサンダーロード。やってる場じゃねえよ。で今日はモーニングトンの方に向かいますか。はい、そうですね。はい、やっほー、みんな元気。オーストラリアメルボルンからバイク好きバイク野郎です。今日はこんな感じで花ちゃんとモーニングトンのビーチ、ここはもうモーニングトン過ぎてる、過ぎてますね、もう過ぎてる。こんな感じのミニツーリングをやってます。まあ、結構暖かくなってきたから海に入ってる人いっぱいいますね。はいはい、もうここまで来るとローズバッドに近いです。こんな感じでね、あの楽しんでるみたいですね。まあのんびりゆっくり行きます俺。はいはい、ゆっくり。
この映像を編集しながら自分なりに考えたんですけど、なんで俺はこれをやっているのかを考えました。人生ってすごい短いですよね。なんか長いって考える人もいるかもしれないけど、短いって考える人もいる。何を言いたいかっていうと、そのいかにいい思い出をたくさん作った人が勝利なんじゃないかと。だから毎日毎日のその生活の中で自分がいかに幸せだなっていう気持ちをたくさん持った人がその人生で勝ち組に入るんじゃないのかなっていうふうに考えました。なぜかっていうと、たくさんお金はあるけど不幸な人っていっぱいいますよね。でもお金なんかそんなになくてもなんか楽しくやってる人っているんですよ。だからそのお金あんまりなくても楽しく生きれる人生を今模索しているところです。なんかね、それでこの海の色、空の青さ、地球ってすごいなとか思いながらこんな感じで撮影してました。まあこれは撮影終わってから話していることなんで、この時の感情とはちょっとまた違ってるんですけど、でもやっぱりなんかこの地球に触れれる自分が本当に幸せだなと考えながら今編集してます。この前佐藤と走りに行った時にそういう勉強とかの話になって、勉強は道楽なんですよって言って、確かにね、まあそんなこと言ったら生きてること自体道楽じゃないですかとか言って、別に死んじゃえばいいわけだけど、どういう形かでこう生きて、ね、その生き方を選択してるわけで、そう、最近ね、生きる気力あんまないですよね、俺それやばいっすよ。なんかね、病気になったり、まあ死んじゃったらそれはそれでいいかなみたいな、生きてやろうみたいな感じじゃないんですよね。なんでだろう、鬱なのかな もうちょっと自分で楽しみを作るとか、それが必要ですよ。俺もね、そういう時ありますよ。うちのワイフと喧嘩したりして、もういつ死んでもいいなとかそういう時あるよね。これはもう一生というか死なない人生なんかだったら逆に辛いだろうなみたいな。それは辛いよね。死ねない、よくそういう話あるじゃないですか、死ねないやつ。だから、その自分の脳だけ生き続けるっていう形をこれから取ろうみたいなことを考えてる人たちがいるじゃないですか。あれも辛いだろうなって。なんですよ。中国の人とかは長寿とかって結構長寿長いっていう、なんかプライオリティだったりしないですか、お金と長寿が、両方ともいらんわっていうあればいいけど、結局長生きできたとしても、その若い時と同じ体力があって長生きできるんならいいけど、そうじゃないんだったらね、それはなくてもいいよね。なくてもいいと思う。太く短く生きたのはヤクザじゃないけどさ、あといってさ、自分から死ぬとかさ、事故を起こしちゃいたいなとか、そういうのはないんじゃないですか。不可抗力的に起こったのはそれはそれで、まあだから最終的に突き詰めていくと、毎日をできるだけ楽しく生きようと、それしかねえかなと。だから朝起きて、ああ今日もいい人生が待ってるなみたいな感じで一日始まると。それいいね。
いやでも俺大体そういうふうに考えてますよ。いや今日もいい一日だなと。まずは起きての最初の言葉が疲れたかな。疲れた疲れた。いや言葉ありきですよ。そうかな。じゃあ言葉から入ってみます。そうそう。うん、斉藤ひとりさんから学びました。年取ってから幸せになろう、でも今は幸せじゃないけどっていう形だったらずっと幸せになれないんで、だから俺は今日幸せ明日も幸せっていう形をずっとこう維持していこうと。そう、若い子もさ、はい、俺らの子あこの子こっちだったから学生の頃、日本景気良かったじゃない。ああ、さあみんな就職して、就職しやすかったから、いいとこ就職して、はい、定年になったら好きなことするみたいなやつだって、20代前半で、はい、それできなくてさ、結局できねえからフラフラしたんだけど。いやでもさ、よく20代前半でさ、65って定年してから自由になろうって考えるよなと。そこですよね。無理無理っていうか、その時に頑張って頑張って20代頑張って頑張って、その定年したら人生エンジョイしよう、それから幸せになろう、でもその65までは歯を食いしばって幸せじゃない人生だけど65になったら幸せが待ってるっていう風な人生で、俺絶対幸せになれねえなって思ってて。いや、あの実際さ、そうアフリカとか行くとさ、はい、俺行った時もそうだったんだけど、ある日突然国境が閉まってさ内乱が起きたりとかさ、はい、うん、ある日国境を越えたらさ今まで持った金が全部紙切れみたいなのがあってさ、はい、それ見るとさ、そんな何十年先に何十年先まで頑張ってそっから好きなことしようとか絶対無理だなって。そう、明日だって国境が閉じて お金が紙切れになっちゃうかもしれない。まさに今起きていることがそうかもしれないじゃないですか。そうですね。そうですよ。だってあの当時バブルだから、ほら給料は上がり続けるものだと思ったし、土地も上がり続けるものだ、はい、ある日突然ね、パンって弾けて全部ダメなんですよ、はい、なんか俺は日本にいる頃っていうか、1989年にこっちに来ちゃったから、うん、あんまりそのバブルとかのいい思いをせずに来ちゃったんで、うん、そのバブルバブルっていう形は知らないんですけどね。あれだって景気良かったって言うけど、さっき飲み歩いちゃったけど、あれ自分の金じゃないじゃんみたいな、はい、会社の金とかじゃん、自分の感じじゃないんだよ。タクシー券持って、終電なくなったらタクシーで毎日帰れたって。自分のタクシー、お金払ったタクシーだから。はい、会社が入れたもんですよ。給料はそんな変わんないんですよ。給料のとこも良かった。だから、バブルに乗れた人と乗れてない人がいるっていうなのは、俺は思ってて。なかなかね、会社勤めしててそこに乗れたっていう人は少ないのかなと、うん、自分で会社やってるとかなんかだと、ね、相当景気とかに影響されてそのバブルの影響を受けていい思いできたと思うけど、みんなそうできたわけじゃないから、特に田舎の方なんか大して変わらないです。今回はこんな感じで花ちゃんとミニツーリングやりました。またよろしくです。